メキシコ第二帝政は1864年から1867年までの君主制下のメキシコの国号である。アメリカ大陸に君主制の同盟国を樹立しようと企てたフランス皇帝ナポレオン三世の指示を得たメキシコ議会によって樹立された。ハプスブルク家のオーストリア大公。 フェルギナント・マクシミリアンがメキシコ皇帝・マクシミリアーの一世として退官することが国民投票で承認された。メキシコのアセンダードラ・ホシュハジン氏はフランスのみならずオーストリアやベルギーの王家からの支持も得てこの内政干渉を助長し300年にわたるヌエバ・エスパーニャ副王領の時代や独立後のメキシコ皇帝・アグスティン一世の短期間の訂正のように メキシコに君主制を樹立しようと企てた。主に当時メキシコ国内で大多数であった保守的なカトリック教徒から支持が寄せられ、先住民出身のベニート・フアレス政権下で参上に至っていた政情不安や革命の繰り返しを終わらせ、政情を安定化することを目指すメキシコ貴族から主な資金が寄せられた。1863年、ミラマールでマクシミリアンに メキシコ帝官受諾を請願するメキシコ代表団、マクシミリアーの皇帝の統治も絶えず続く紛争で影が差した。1864年に、ベルギー国王レオポルド一世の王女メキシコ皇后、カルロタと共に渡し済みすると、マクシミリアンを支持する保守派と相対立するベニート・フアレス率いる自由主義者は、清掃の最中にあった。両派は、相対する政府を樹立し、 保守派はメキシコシティを拠点として中央メキシコを支配し自由主義者はベラクルスを拠点とした。保守派はヨーロッパ、特にスペイン上イサベル2世やフランス皇帝ナポレオン3世から資金提供を受け自由主義者は1865年に南北戦争を終えたアメリカ合衆国大統領リンカーンとジョンソンを後ろ盾とした。 1867年にマクシミリアンは、廃位され、ベニート・フアレスの命令で、ケレタロ近郊のセロで、ラスカンパナスで処刑された。マクシミリアンは保守派にとっては自由主義的に過ぎ、自由主義者にとっては保守的に過ぎたのである。マクシミリアンはメキシコに宿命を感じ、大いに献身した。マクシミリアンはメキシコ第一帝政の皇帝、アグスティン・レイ・トゥルビデの、 孫を養子にしていた。2019年現在その子孫のマクシミリアン・フォン・ゲッツェン・イ・トゥルビデがメキシコ定位請求者となっている。帝国は50の県に区分されていた。メキシコ第二帝国の県ナポレオン三世の真珠には単にフランスの借款を回収する以上の野心的な狙いがあった。ウジェニー皇后から大きな影響を受け、メキシコの君主制を復活させようとしたのである。 1861年以前には、アメリカ合衆国は、欧州列強によるメキシコに対する、いかなる内政干渉もアメリカ合衆国への挑戦と、みなしていたため、各国は、両国と紛争を引き起こさないようにしていた。しかし、1861年に、アメリカ合衆国は、南北戦争の過中に巻き込まれ、ワシントン政府には他国に干渉する余力がなくなった。 メキシコのカトリック教会の擁護者を辞任するウジェニー皇后に勧められ、ナポレオン三世はその隙をついた。ナポレオン三世はフランスが西半球の近代化に大きな影響力を得るのみならず、南アメリカ市場の獲得を可能にする機会を捉えた。イフテイ・モルニー公爵がメキシコ国際の大口保有者であったことも白車をかけた。1970年の映画、 マヒルの死闘は、メキシコ第二帝世紀のメキシコを舞台にしている。クリント・イーストウッドとシャーリー・マクレーに演じる二人の主人公が、メキシコの抵抗勢力を助け、ついには、フランスの中東軍に打ち勝たせる。1969年の映画、大いなる男たちは、ジョン・ウェインとロック・ハドソンを主演に、フランスのメキシコ出兵の時代の出来事を描き、また、 南軍のスターリング・プライス将軍が南北戦争後にメキシコへ敗走し、マクシミリアン軍に加わろうとした史実を元にしている。1965年の映画ダンディー・佐』は、チャールトン・ヘストンとリチャード・ハリスを主演に南北戦争末期にメキシコへ渡り、フランス軍と戦った北軍の苦悩を描いている。1954年の映画ベラクルスもメキシコを舞台にしており、 マクシミリアンが登場し、ゲイリー・クーパーとバート・ランカスター演じる、銃撃戦が、チャプルテ・ペク城で繰り広げられる。マクシミリアンの役は、1866年当時の皇帝よりも20歳年上である54歳のジョージ、マクレディが演じる。1939年の映画、革命児・ファレスは、ポール・ムニが、ベニート・フアレス役、ベティ・デイビスが、カルロタ・コゴーゴ役、ブライアン・エイ・ハーンが、 マクシミリアン役として出演する。本作は一部、バーティータ・タファーディングの小説ファントム・クラウンをもとにしている。メキシコの大衆文化では、エル・カルアヘのようなメロドラマ、演劇、映画や、フェルナンド・デル・パソの、ノティシアス・デル・インペリオのような歴史小説がある。電気、回顧録や小説が1860年代から出版されており、最近のものでは、ギリシャ王子、 ミハイルのダイエンプレスオブ、フェアウェルズが諸言語で手に入る。ありがとうございます。